モノモース系 YouTuber からモノモーサラ系ツーキャスの仕様を経て、留学系ふわっち発信者になり、普段から訴えるぞという割には出なかったんで、2件も訴えられて2連敗していて、過去に13歳の女の子に手を出してお縄になったリズニアンさんと、子供4人を施設送りにして自己破産して、妊娠発覚時から今年の3月まで生活保護を受けていて、生活保護不正受給があるペカ子さんとの間に第1子が無事に生まれたみたいで、本当におめでとうございます。出産して3日後ぐらいのペカ子さんのツイートがこんな感じだけど、生まれる前から喧嘩していたけど、生まれた後も喧嘩していて、本当に似た者夫婦だよね。その中で気になったのがこのツイートなんだよね。さっきも書いたけど、子供が本気で可愛いと思い大切なら、忙しくても毎日会いに来てるよね。お前が言うな。言ってることは全くもってその通りなんだけど、ただ施設に4人の子供がいるのに、その子供を自分の元に戻す前に妊娠してほったらかしてる人が何を言っても説得力がないよね。というか、数年施設にいるうちに自分の母親が配信者と恋愛して、喧嘩芸でお金稼ぎしてネットタトゥーを量産した挙句に妊娠して、他の配信者たちの閲覧稼ぎのおもちゃとして利用されて、関わったほとんどの人に嫌われきるなんて知ったら、どんな感情が湧き上がるんだろうね。きっと喜怒哀楽を超えた5つ目の感情が芽生えるんじゃないかな。そして父親になるミズニアさんは、恋人が出産して子供が未熟児で NICU で入院しているのにもかかわらず、こんな配信者とベッドで寝てるっていうね。ほんとすごいよね、このお二人って。ペカ子さんもミズニアさんも性格は悪いし、教養も常識もないし、人から疲れるより嫌われる人間だけど、子供には何の罪もないから、本当に無理だったら自分たちで育てるという判断をせずに行政に頼ってほしいよね。というわけで、ミズニアさんの子供がインターネットを利用しないことを心から願ってるよ。そしてこれからは父親になるんだから、保険証の期限が切れていたらきちんと更新して証拠を見せて、俺は保険証を持ってるんだと身の潔白を証明しようね。今回は以上だよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。